ジョアン・ハリスは、イギリスの作家。ヨークシャー、バーンズリー出身。代表作は、同名タイトルで映画化もされた、ショコラ。祖父母が営む菓子屋で生まれた。両親は二人とも研究者で、地元のグラマースクールで現代語と文学を教えていた。英語を話せないブルトン人家系と、フランス語を話せない、ヨークシャーの家系の間に生まれ、ハリスは当初フランス語で育てられた。 グリムドーアやシャルルペロー、北欧神話、地元に伝わる伝承の影響で早い時期から自分も書くようになる。地元の6年生カレッジであるベークフィールド女子高校に通い、ケンブリッジ大学セントキャサリンズ校で現代語と中世語を学んだ。会計士になるもうまくいかず、その時期のことをテリー・ギリアムの映画で罠にかかっているみたいだったと述べている。シェフィールド大学で 教員資格を取り、ヨークシャーの私立男子校リーズグラマースクールで、約15年還元代語を教えたり、フランス文学や映画の講義をした。教職時代に執筆作業に取り掛かり、専業作家となり職を辞する前に、ショコラなど3作品を出版した。1989年に出版された諸女作ザ・エビルシードは、ある程度の成功を収め、第2作スリープ。 テイルシスターでは、ホラーテイストから文学性の高い階段へとスタイルを確立させた。1999年、フランスのジェールを舞台とした第3作、ショコラは、サンデータイムズのベストセラーリストで1位になった。同作は、クリエイティブ・フリーダム賞を受賞したほか、ウィット・ブレット賞小説部門の最終候補作となった。アメリカの映画プロデューサー、デイビッド・ブラウンが映画家権を買い、 ミラーマックスにより、ジュリエット・ビノシュとジョニー・デップ主演で映画化された。この映画における工業的な成功により、ハディスの名がより認知されるようになり、イギリス国内で記録を開始して、以降100万部を達成した作家グループ、ミリオネア・クラブに4人しかいない女性のうちの1人となった。これを機に、ハディスの作品はすべて国内でベストセラーになった。その後は、 ショコラの主人公ビアンヌが登場するシリーズ作品ザ・ロリッポップ・シューズとピーチズ・フォー・ムシュル・キュアを執筆したりフレンチの料理本を出したり短編集2冊、心理スリラー、紳士たちの遊戯、ブルー・イド・ボーイなどを出版した。2007年8月、北欧神話にインスピレーションを得た番人向けのファンタジー小説ルーン・マークスを出版。2011年には 続編ルーンビートが刊行され、ビアンヌシリーズのファンをも取り込んだ。北欧神話をテーマとしたこのザ・ゴズペル・オブロキシリーズの新作は2014年2月に刊行された。このシリーズは、ロキの視点から見たアースガルズの神々の工房が描かれる。ハディスの作品にはテーマが似通っているものがいくつかあり、例えばアイデンティティの問題、母子の関係性、職に対する思い、 日々の出来事の中にある不思議な出来事やホラー、コミュニティにいるアウトサイダー、信仰と迷信、小さな喜びなどである。ハリスは文学という観点から性差別に対抗すると常々述べており、作中で女性別者に対して批判的な態度を見せている。アンソロジー、ありがとうございます。